今日倒産させに来たのは、そう、ここ横綱ラーメン。なんとネギが入れ放題だぞ。入れ放題だと、ネギが入れ放題だと。ほら見てみろ、これだけ入れて倒産だ。しっかりなネギの形を整えたことは言わないでおこう。これだけネギを入れたら、それはもう横綱ラーメンも顔真っ赤だぜ。ネギがな、ネギがな、シャッキシャキでな、うまいんだけどな、ネギを入れすぎて麺を食うまでにネギばかり食べてしまったぜ。それで一気に麺を食ったら熱いんだ。熱すぎてたまらなかったけど、これがラーメンってもんだろ。俺はな、熱くてたまらないからって今水を飲んだんじゃねえぞ。ちなみに今入れたのはラーメンスープを濃くする液体だ。これを入れると店も困るぜ。倒産だ。ネギ食って倒産だ。俺はな、朝の5時まで空いていて、このリーズナブルな値段でネギ入れ放題でたらふく食べれるから嬉しいなんて言っていないからな。おネギですか？はい、すぐお願いします。すいません、またありがとうございます。しかし俺は容赦しないぞ。次から次へとネギを投入だ。ほれ、最初の状態に戻ったぜ。ちょっとな、ネギをな、頼むのが恥ずかしかったことは言わないでおこう。豚骨ラーメンとこのネギが俺は好きなんだ。これだけネギを食われまくったら、もう今裏で電卓を叩きまくってるぜ。父さん間違いなしだな。俺は今何やってるかわかるか？ああ、決して俺はネギを入れまくったから、このスープの中に少しでも残ってたら申し訳ないと思って全部食べたことは言わないでおこう。父さん確定だ。